ジュネーブ聖書は16世紀の英語訳聖書である。その歴史上、最も重要なうちの一つに数えられる。初版は1560年に発行され、近帝訳聖書より約50年先行する。ジュネーブ聖書は宗教改革期プロテスタント運動における主要な聖書で、ウィリアム・シェイクスピア、ジョン・ミルトン、ウィリアム・ブラッドフォードとテンド歴定を表した。 ジョン・バニアンらによって用いられた。メイフラワー号に乗ったピルグディム・ファーザーズにより、アメリカ大陸へもたらされた聖書のうちの一冊であり、英国においては多くのピューリタンに読まれた。また、新京都革命の際、オリバー・クロムウェルに組みする兵士たちにより傾向された。ジュネーブ聖書が重要であるとされる要因は、一つに大量印刷技術により、 一般市民が直接手に取ることができるようになり、結果広くルフしたことによる。また、各館の序文、地図、表、挿絵、某中、一つの語句から複数の関連する聖句を参照可能にした、いわゆるスタディバイブルの先駆けでもあった。ジュネーブ聖書の簡潔かつ力強い文体により、多くの読者は、教会公認の大聖書よりもこちらを好んだ。 ジュネーブ聖書女王メアリー一世が宗教改革者を弾圧していたイングランドから当時ジャン・カルバンらが共和制を敷いていたスイスのジュネーブに亡命してきたプロテスタント神学者たちがいた。ウィリアム・ウィッティンガムとその協力者であるマイルス・カワーデル、クリストファー・グッドマン、アンソニー・ジルビー、トーマス・サンプソン、ウィリアム・コールらである。ウィッティンガムは後に カルバンの妹と結婚している。ジュネーブはフランス語圏の都市であり、聖書学の権威であるテオドールとベーズが、フランス語聖書の改訂を行っていることに感化された。彼らは、新しい英語訳聖書の作成を志した。まず、ウィッティンガムがティンダル訳聖書をベースに、さらに、ベーズのラテン語訳聖書を参考にして、1557年、ジュネーブ聖書の新訳部分が誕生した。 旧約については、ヘブライ語に精通していたジルビーラにより、同年詩編が約出され、1560年に旧新約聖書が完成し、エリザベス一世にも献じられた。しかし漢約版がイングランドで出版されるのには1576年まで待たされることになった。スコットランドでは1579年に出版された。これは、同国最初の英語訳聖書であり、 また、同国の公認訳聖書と定められ、富むものでこれを持たぬものは罰金十ポンドが課せられた。最初に、ジュネーブで印刷されてからエリザベス一世の治世の間に70版1611年までに120版を重ねた。出版にかかる諸費用は亡命者の一人であるジョンボードレイが負担していたと考えられている。1576年以降は、 新約聖書がエリザベス一世配下の秘書であるローレンストムソンによる改訂版に変更されている。ジュネーブ聖書の特色である傍中にはカルバン主義とピューリタンの思想が色濃く反映されている。それゆえ、イングランド国教会に立つジェームズ一世はジュネーブ聖書を一旦とみなして、これを嫌い、禁帝約聖書の作成を思い立ったと言われる。旧約については大聖書をもとに、 大幅な改定を加えた。予言書と書書については、ヘブル語聖書と表現までの一致を試みた。また新訳についてもギリシャ語からの訳であるティンダル訳聖書の最新版をもとに、ベーズによるベザ写本のラテン語訳も参考にしつつも、聖書原点に忠実であろうと努めた。聖書の各館は13世紀以来、章による区分けが、慣行になっていたが、英語訳聖書では、 ジュネーブ聖書において、初めて不死番号による、さらなる細分化が行われた。この聖書は、ブリーチャス・バイブルと、俗称される。これは、創世紀3章7節アンドメイド・ゼム・セルス・ブリーチャスの記述に由来するであるため特徴的と捉えられた、ようであるが、すでに、ウィクリフ約聖書などに前例を見ることができる。また、ウィリアム・シェイクスピアの聖書と呼ばれることもある。 字体としては、従来の聖書が、ブラックレターであったものを新たに、ローマン体を採用した。文体は前述の通り、原点に忠実であることを目指したために英文として、そのままでは、不自然さが残り、それを原点にはない語句を付加することで補い、該当部分は、イタリック体で明示した。サイズは小型で、価格も、比較的安く、前述の通り図表、傍中が豊富である。 重要であるとみなされた記述は G の記号で識別している。旧約聖書外典は旧約、新約の間に一括して掲載しており、また序文でその解釈を明らかにしている。一方で、マナセの祈りを聖典として扱い、歴代史と絵面記の間に掲載しているのはジュネーブ聖書独自の特色である。マナセの祈りはヘブライ語聖書聖典にはないものであるが、 なぜこのような形で掲載されているのか、歴代史との関連ということ以外は、敬意不明である。傍中のカルバン主義的見解は1560年初版では、例えば、ヨハネの目視録11章7節にザットイーズ、ザ、ポープウィッチハシーヒズパーアウトオブヘルコミシー、ズンスとあるなど一部に反動マイロを打ち出している。さらに1576年のトムソン版では、 ローマカトリックと教皇をより激しく批判するものとなっている。グーテンベルクの印刷機発明により安価かつ大量に出版が可能になったこと、聖書原点を研究する熱意。これらによって16世紀以降、欧州では聖書を普及させようという機運が高まった。そのような中、ジュネーブ聖書は出版されるや一般市民の支持を得ることとなった。背景として、 前述の通り比較的廉価であることや読みやすさに、加え、ピューリタンに比較的寛容な政策を取るエリザーベス一世が、この聖書の普及を黙認し、メアリー一世の弾圧が終わったイングランドに、亡命先から多くの被告教徒が帰国したことが挙げられる。シェイクスピアの作品は1595年以降、この聖書からの引用が多いとの研究がある。ミルトンやバニアもしかりであるという。 ただしこの時期は他の英語訳聖書も多く流通していたという事情を勘案する必要がある。ジュネーブ聖書が過度にピューリタン寄りであるとして、その普及を阻止すべく、大主教、マシュー・パーカーが大聖書をもとに主教聖書を出版した。すべての主教や教会に対し可能な限りこれを用いるよう命じたものの、女王からの認可が下りず、特に使用では、 ジュネーブ聖書の人気に押され、普及の目論みは不成功に終わった。ただし、後に金帝約聖書の定本に用いられた。1611年の金帝約聖書は、英語約聖書において最も重要な聖書である。定本は主教聖書であるが、部分によってティンダル、カバーデール、マシューの訳、そしてジュネーブ聖書によった。この聖書は、教会ではすぐに、 主教聖書を駆逐したが、使用では半世紀の間ジュネーブ聖書と競い合い、そして標準英語訳聖書の座を勝ち取り、今なお用いられている。その一方ジュネーブ聖書は、正常の変化に伴い、1644年に一時出版が途絶え、徐々に表舞台から消えていった。ありがとうございます。